こんにちは、第2回時の城です。今日のところは ここまでをやりたいと思います。ではまず右手ですが、ドですね。前回が、前回ここのレとレで終わっていました。その上のレのすぐ近くのド、シのフラット、ラ、もう一度ラ、ソ、レ、ソ、ラ、ソ、レ、シのフラット、ド、ファ。今日はここまでです。そして指使いですが、この最初のドを、今日の最初のドを4番薬指で始めたらいいかと思います。そうするとここのソの時に親指になるので、で次ダンダンダンっていうところですが、このシのフラットを人差し指、そしてドを中指、そしてファを小指。だけどこの中指から小指がこの開くのが難しい場合は、シのフラットを親指、そしてドを人差し指、ファを小指。これでもいいかと思います。それでは左手ですが、っていうところですね。真ん中のドから見てドレミ、このミのフラット、これを小指。次、シのフラット、人差し指。そして、ファ、親指。ソを人差し指。これを同じものをもう一度。ミのフラット、シのフラット、ファ、ソ。次。っていうところですね。これも同じ指使いで、ファを小指。ドを人差し指。ソを親指。ラを人差し指。これでどうかなと思います。同じのを2回、もう一度ファドソラ、ここまでです。ではもう一度左手はミのフラット、シのフラット、ファソ、もう一度同じ、次ファドソラ、もう一度同じ。では両手ですが、まず右手のドシのフラットラ、そして2回目のラと左手のミのフラット同時。次、左手のシのフラット。その後で右手のソ。次、左手のファと右手のレを同時。次、左手のソ。次、右手がソ。次、左手のミのフラットと右手のラを同時。左手のシのフラット。その後で右手がソ。次、左手のファと右手のレを同時。次、左手がソ。次、右手だけがシのフラット。次、左手のファと右手のドを同時。左手がド。次、左手のソと右手のファを同時。あとは左手だけです。ラ。左手がもう一度ファドソラっていうところですね。ではもう一度右手から始めて、同時、左手、右手、同時、左手、右手、ソ、同時、左手、シのフラット、右手、ソ、同時、ファとレ、左手、ソ、右手、シのフラット、次、同時、左手だけド、次、ソとファを同時、左手だけラ、あとは左手だけとなりますね。もう一度ペダルをつけてみると、ここでペダルを踏んで、ここでペダルを変えて、
踏んで、あとはそのままでもいいし、ペダルを変えてもいいですね。もう一度やってみます。ここでペダルを踏んで変えて、ここで変えて、で変えるととなりますね。それでは1の最後のところからつなげてやってみますね。ここでフェルマータになってるので、少し長めに伸ばして、ちょっと長す、今のだと長すぎますが、そしてここからインテンポ80って書いてありますので、ここから少し速くなりますね。今までのところはゆっくり、そしてテンポ揺らしていいっていう感じだったけど、ここからは80で、で最初のドシラですが、あまり軽くならないように低ノートがついてるのでしっかり押さえるっていう感じで、ここからインテンポって書いてあるけど、このドシラだけはちょっと多少ゆっくりでもいいんじゃないでしょうか。そして次、メゾピアノですので、ここからは静かになりますね。今日やったのはここまでで、次回1ページ目の終わりまでぐらいをやれたらいいと思います。次回のところから急に強くなるんですけど、今のだとちょっと強くしすぎだったかもしれませんけど、それではこれで第2回目終わります。ご視聴いただきましてありがとうございました。登録お願いします。